はい、おはようございます、永田です。さて本日11月の15日、昨日ね突然調整が来るよということで、まあいわゆる緊急調整ってやつですな。でそのいじられるメンツってやつがガンダムエイジ FX とガンダムスローネツバイ。もうこのゲームにね多少お金を入れてる人だったらあってなるメンツだと思うんですけど、そう今回の緊急調整は結構前のファラクトみたいな、この機体一機で世界が崩壊するから調整というよりは、いやもちろんねツバイも FX も超やらかしてる側の機体ではあるんだけども、まあ、どちらかといえば、まあ、今後来たるプレミアムドッグファイトエリア決勝で FX ツバイで大変な絵面にならないための予防みたいな、まあ、側面のね色が濃く出てる緊急調整なんじゃないかなって思ったりします。まあそこら辺の正確な理由はどうでもいいんですが、まあそんなわけで使ってきましたガンダムスローネツバイ。この機体はね下方と不具合調整が一挙に来てて、でどっちもめっちゃ重要なことが書いてあるんで、もうとりあえず一斉にバーって喋っちゃいます。まずは皆さん気になっているであろうレバー後ろ入れサブ、スローネドライがステルスフィールド貼るやつ。こちら展開時間がマイナス1秒、今までは5秒だったやつね。で現在4秒になって、さらにアメキャンができなくなり、でこっからが重要で、技中にやられ状態になったら技を終了するようになったし、でさらに技中ダメージを受けた場合ダメージが増えるように、まあ、従来の使用通りだったら 1.5 倍かな。で最後に攻撃アクション中は誘導を切らないようにっていう、まあいわゆる普通の次元誘導切り武装、ゼロシステムとかメペみたいなね、あんな感じの仕様になりました。なんだけど今言った一連の追加ペナルティ、それがねまとめて不具合の方にあったんすよね。展開時間短くとアメキャン削除は下方の欄にあったんだけど、そのペナルティたちは不具合だったんだみたいな。俺はてっきりアシストがフィールド出してるからという名目で、まあ、強くするために今までね次元誘導切り武装にあったペナルティを全取っ払い、あでもやっぱ強かった、ごめん弱くするねみたいな感じだとは思ったんだけど、そうじゃなかったみたい。他の不具合のね前角と当たった時に相手がダウンした時のカメラだったり、あとは特殊特角のね無限ループできたじゃないですか、まあ、そこら辺はあまあ確かに不具合だった、元からね想定してない挙動だったんだなって思うんですけど、ちょっとその後ろサブのね不具合だけはそれ下方の乱じゃねえとは思いました。で他だと特角関連かな、そこのダメージが下がってって感じで、そんでいつものごとくね朝やってきたわけですが、まあどうだろうな、確かにね後ろサブは弱くはなったが、まあ、そもそも誘導切り効果をねワンボタンポチーで出せるってのが強みってのは変わってないし、あと特角関連もねダメージは下がったが当て感は変わってないしで、まあ、朝のフリーマッチちょいやったぐらいなんでね、そんなに深いことは分からず、そこら辺はガチ勢の意見を待つって感じではあるんだけど、でももう一方の調整機体の FXの強化時のバースト時後ろ角とふわ角っすね、あれが割と目に見えてわかるぐらい当て感が弱体化されてたんで、ツバイ FX、まあ、FX の方を重点的に下げるよみたいな感じなんすかね。まあほんと俺みたいなね PDF 出ない人間からしたら、ああなんかやべえキャラが2体一旦下がったな、オッケーって感じだけど、早い人でもう1週間、9日まあだいたいそれくらいかで、離血の人たちもいるからね、まあ、その中で間違いなくツバイ FX、まあどっちか片方でもいいんだけど、練習してた人たちはいるだろうから、まあその人らはね相当大変だと思う。とまあざっくりこんなもんかな。まあ全国出ない人間が喋れるのはこんなもんだ。つうわけであとはツバイ改めて実況やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ相方の FX 助けるあたりから、まあ、一旦もう一本のツバイダウンさせてからもう一個のツバイに行くと、危ねえ。そうそう、アテカンといえばね突撃ヨハニーもめちゃくちゃ優秀な突撃アシストっすけど、そこら辺もね変わってないので、多分そういうなんだろうな、何かしらこう当ててくれるやつ、何かの布石になるやつがね弱くなると、ああ明確に弱くなるなって感じなんですけど、今だとねまあまだまだぶっ飛んでるキャラだなって思いますね。さあ横とグループ、おーっとヨハニースローネアイン、このゲーム射撃戦が得意な機体のね格闘アシストがやたら強かったりするんですよね。シャムス講座しかりという名のベルデバスターか。さあ相方が覚醒、それに合わせて特角からブスブスブスとシーファンネルが飛んできてしまったわけですが、
さあ相方が覚醒吐かせてくれて、もうあれですね、アシストを使っちゃってるんで、まあそこら辺で使えればよかったですが、さあいろいろとなんかよくわからんごちゃごちゃの横とっかくからの逆に横とっかく通されてしまって、いやー大変なことになってる。まだまだこのスマブラ感は全然できる、この機体。さあ一体をしっかり仕留めてバーストアタック。それではこの覚醒技ね、途中にあれだ、バーサスの時のブー角もね入ってて、あなるほど、なんかバーサスの時と比べて、まあ、テンポもそうだし、なんかやたら段数が上がってるなと思ったら、今はなき過去のブースト出し角と、最後はバスターソードを押し付けて終了。それではラスト見ていきましょう。敵の編成がゴールドスモー、そしてガンダム AGFX。 さあ開幕、スモーにハンドガンが当たって、ファングなんだよ相方指導から、こちらのファングも詰めていく。そこからスモーに強気の横角、そこから前角でダウンを取っていく。さっきのが調整前だと、カメラがお釈迦になるやつだよね。なんか特殊ダウンのまんま熱波になるっていうね、あれやばかったよな。それこそツバイに置き攻めされるから、どうしようってなっても周りが見にくいし、あと自分がねどの方向を向いてるかも分かりにくかったから、じゃあ起き上がって逃げようと思ったら謎にツバイに前ブーしてしまったみたいなこともあったし、なんかやたらねツバイに都合のいい不具合だったが、これも治ってよかった。さてステフィアシストを使ってスモーを落としたところで、まあ誘導斬りがね攻撃アクション取ってる間はつかなくなるとはいえ、強気なタクはね変わらず取れるんで、なかなか映像で弱くなったのを体感せよみたいなことを言っても難しいところはあると思いますが、さあユニバース食らってしまったが休めといったところか、 C 覚醒あるわけでそちらで攻めていきたい感じ。なんとかスモーのバンカーをガードしてからオバヒデ N 特格、まあここら辺も当たり前だが変わらず C 角も使って、バーストアタックはさすがにしんどかったが、からのアイフィールドバンカー、そっからユニバースをやられてしまっていてえところで、さあカクチャーが溜まった。カクチャーもね最初はなんだろう、攻撃が速くなるだけかなと思ったら、ブースト回数とかもね増えて思った以上に強いやつだったが、それもノータッチからの横得からコンボをやっていく。これは横得のダメージが下がったんで、多少なりともコンボダメージは落ちたところか、しかしここは相撲にとがめられ落ちてしまうと、まあ2000コス、さすがのコスパだと思ったら相方が終わらせてくれた。はい、というわけで以上が緊急調整のうちの1機スロー熱バイの視点でした。まあなんか前回のねノルン動画の時にも言ったんだけど、普通に遊ぶ分にはまだまだパーティーキャラっぽいような気がするが、ガチ戦はさてどうなんでしょうって感じ。そこはまだまだ未知数。やっぱそれよりも FX の方が痛いのかなって感じなんだよね。朝ちょっとトレモで、まあ、2人でね対戦してやってみて、まあ、結構目でわかるぐらいにはね追従が弱体化されてたんで、まあ、そこで緑ロック後ろ角連打逃げが、まあ、どんだけ弱いかってところも加味して、 FX ツバイ解散か続投かみたいなところに話が持ってかれるんだと思います。はい、そんな感じで本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の永田にもご期待ください。